笠野歌舞伎クリエーションですね、今回は3月6日に初日を迎えます3月花形歌舞伎のトークイベントも勝手に開いておりますということで、よろしくお願いいたします。今回はい、皆さんありがとうございます。3万4人揃いました。本当に協力ありがとうございます。そして司会も心よく引き受けてくださいました片岡千住さんと中村はしごさんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この司会だけでも関西型と江戸歌舞伎が共演しておりますので、ね、はい、ぜひ橋本さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほども和太郎さんおっしゃいましたが、3月6日に、初日を迎えます京都南座3月花形歌舞伎、はこれまでにない特別な歌舞伎公演となっております。い皆様より、自己紹介も兼ねましてこの公演の特徴をお話しいただけたらと思っております。今回の3月花形歌舞伎はですね、なんといってもですね、ここ並んでおります4人はもちろんのこと、福之助くん、歌之助くん含め私が今30歳ですのでアンダー30で行くということで、はい、これが一番の見どころになっております。とにかく京都はお邪魔するたびに、日本の四季の移り変わりを感じさせてくれる、こんなに日本の四季を感じさせてくれる素敵な街並みは本当にないなと毎回思うんですけれども、この桜の季節に桜にちなみました義経千本桜、吉野山と川面宝剣館、この2台をお届けして一足先に桜の時期であるこの京都を感じていただけたらなと、この南座で感じていただきたいなと思います。今回のですね花形歌舞伎は A プロ B プロ同じ狂言で役代わりで務めさせていただきます。忠信を右近さんと橋之助さん、静香を僕と和太郎さんとで、やらせていただきます。そしてさらに偶数日奇数日で、配役が変わると、まあ、都合4パターンなんですね。ですので皆様できれば4回、まあ基本3回、難しい方は2回、必ず2回は見ていただくようにお願い申し上げます。橋之助でございます。今回、まあ、お兄さん方が喋れたことと私のことを言うと、まあ、歌舞伎の魅力っていうのが今回つきまして、そこではこの笠野さん、小野さん、米吉お兄さん、僕が日替わりで解説をさせていただくんですけども、このまあ若手公演ということもありまして、この現代のツールを存分に使っていこうということでですね、このツイッターの南座の公式アカウントに皆さんの質問を送っていただきますと、我々が舞台にそれでお答えしたり、ご要望にお答えしたりということができると思います。そして先日米吉お兄さんもインスタを始められまして、そうですね、フォローしてください。弟もあと2人もあ、そうだ、みんなやってるんです。僕だけやってなかったから、はい、します、ね、SNS に強い3月花形歌舞伎ですね。はいはい、それでは橋本さん、次のお題に参りましょうか。はい、はい、では参りましょう。はい、これから出すお題についてのご記入をいただきたいな。ご記入、はい、では第1のお題、今月のお役静香御前佐藤忠信、漢字1文字にすると、はい、はい、お願いします。さあお願いいたします。イメージってことですか。それぞれの役について1文字、いや自分の役に、自分の役について。橋之助さんどうぞ。で、かん、男、かんじゃない、かんじゃない、男。やっぱりこの忠信、その狐忠信もそうですし、この本当の忠信はやはりその義経の思い、その忠義というのがとても大きい強いお役ですので、この男らしくまっすぐ生きてる男、佐藤忠信、男。男、落ちました。男。はい、私は初という字で、本当に初役で務めるということで、もうイメージがもうそればっかりで、初めてのこの吉野山篠切の静香御前というのをすごく、まあ、初音の鼓持ってるしということで、初でよろしくお願いいたします。前役初役ですか。はい、前役初役なんです。義経も、そうか、吉野山のし、もう篠切も静香は、取り前しかやったことがなかったので、歌舞伎の魅力も、そして歌舞伎の魅力も今回初めて務めさせていただきます。すげえ大挑戦あるし、なのですごいな、初という異比ってことですね。違う朝日火星、確かに異比、朝日火星化けるですね。化ける、はい、はい、もういろいろ考えましたけども、化ける、やはり私にとっても化けたいと思うしね。なるほど、そういう意味合いも込めて、あとは本物の忠信は化かされているような、ちょっと病み上がりのね
雰囲気というのを大事に、演じろということも教えていただいておりますし、そして狐忠信は何よりも人間に化けている狐ということで、こうご覧いただいている皆様も何かこう日常から何かね化かされたような時間を過ごしていただけるような舞台を務めさせていただけたらなと思いますので、このイヒでよろしくお願いします。これまず字が合ってんのか、リン、なんかなんとなくまあリン、まあ、認識できます。リンですね、うん、まあ、強さと女の弱さと、またまああのなんか可愛らしさと美しさと、まあ、全てをこう兼ね備えた、あ、踊り手でもあり女武者でもありっていう静か御前を今回、表現したいなと思っております。今までの静かの経験を全部つぎ込んでですね、あの新しいまた重みのあるこってりした静かをやりたいなと思っております。以上です。現場からは何度目なんですか？静か6度目です。吉野山は、あの、まあ、清本と掛け合いも含めると7度目ぐらい。すごい、超ベテラン。鼓の数でいったらもう1000回以上です。鼓は1000回です。鼓は1000回です。じゃあ次のお題に参りたいと思います。ババン、はい、源義経、どんな人物だと思いますか？え、これも漢字一字なんですか？いやいや、これ漢字じゃないですね。これは、もう、文章を書く。文章？はい。はい、あ、はじめ。はいはいはい。あ、じゃあ、はい。お願いします。で、人間力。人間力。やっぱり義経って、そのいろんな人から愛される分、いろんな人から嫌われちゃったり、一人で孤独になっちゃったりって、うん、そういったところの全てをこの義経さんが持ってる、あの中の美しさだったり愛だったりっていう人間力からに全て起因しているのかなって思って人間力にしました。なるほど、人間力からある人物です。はい、お、即断即決とさせていただきましたが、即断即決、まあその素晴らしいスピードでいろんな物事を決めてきますね、この篠木の義経というのは。うんうん、もうとすごい勢いで義経、あの忠信に怒ったと思ったら、また次のが来たら、いやちょっと待ちなさいってなって、すぐあのいろんなことをさっさっさと推察して、あ、じゃあ偽物が来てるのかもしれない、じゃあ鼓を鳴らしたら来るんだったら、じゃあ静かに宣言をさせましょう、それでまた狐だと思ったら、それはかわいそうだ、あ、じゃあこの鼓あげましょう。非常にこの、あのやはりそういうところが御大将の、戦上手の御大将っていうのはそういうところがどこかあるのかななんて、僕は今回あの改めてあの義経の、まあ、お芝居を勉強させていただくときに思いました。はい、では右近さん、はい、お願いします。ここということで、ここ、はい、うん、偉くなるとやっぱり人孤独になると思うんですけど、そこでもそんな中でも静か御前に自分の心の叫びみたいなものを吐露できるっていうことが、うん、何かあの人間らしさでもあるし、それは人間力っていったところと被ると思うんですけども、うん、何か気ぐらいの高いという一人でいることが孤独なのではなくて。何か自分の崇高な気持ちを持っているというのが、この義経の人間像じゃないかなと思い、うん、ここを選ばせていただきました。なるほど、ありがとうございます。須田郎さん、はい、お願いします。私がまたこうなるんですけど、影のある凛。凛っていう字をこう練習してたり、練習してるの、5回目でございます。やっぱりじゃあなんで義経静か御前では伝説的だって言われることもあるけど、恋人なんだっていうのに、うん、この凛という字でつながるんじゃないかな。ああ、なるほど、うん、だから源氏の平家と、まあ、戦いがずっとある世の中で、はいはい、まあ、義朝がもう負けたことによって、まあ、亡くなってしまったという、そこからもう壮絶な人生を、うん、あ、義経は送っているわけです、子供の頃から。で、まあ、お兄さんも日向御前に流されてと、いろいろな家族の中でのこう戦いがある中で、まあ、だからそういったあの人生を送っている人間だからこそ、静か御前と惹かれ合うところがあって、まあ、それぞれで、ね、こう同じ人生は歩みたいなと思ったんじゃないかなっていうところから思って、うん、はい、では次のお題参ります。はい、はい、はい、こちら京都のおすすめ観光スポットはどこ？お、はい、お願いします。これは勝太郎さん早いな。早いですね。はい、はい、伏見稲荷。伏見稲荷、これはもう今回の公演にはもう切っても切り離せない場所ですから、狐ということ で、ね、で我々あの今回、劇場の支配人、副支配人が代わりに、言ってくださいまして、伏見稲荷のお札も頂戴しております、ね、なので、うん、我々ももちろんね、公演中に1回は行くんじゃないかなと思います。将軍塚。将軍塚。はい、ご存知ですか？将軍塚。知らない？どこ？眺めのいいところでしょ？あの、うん、多分、うん、夜景綺麗な夜景スポットなんですよね。そうそうそう、新しくなんかね、あの茶室とかもあります
あ、そうなの、そうそうそう、舞台もあるね。へー、今面白ロボット、そう、ここで何かしたいなと思うぐらいの素敵なスポットです。南座です。うわ、やはりですね、今この時期なかなか観光も難しい時期ですから、観光といってもこの劇場へ来ていただいてですね、やはりこの歴史ある建物、ご覧ください、こういう立派な絵とか、こう仙台の仁左衛門の様のこういうものがあって、劇場の中がもう本当に現実の世界を忘れられる素晴らしい空間でございます。博物館みたいな。ですからその空間で我々がいかに現実を忘れていただける、浮世のうさを晴らしていただけるような舞台を務められるのか、それにかかってるんだと思います。ぜひ南座でお待ちしております。はい、感染対策もバッチリです、はい、さあじゃあ、はい、時間、はい、結構あるから、はい、そっか、そう、山登りできるし、本当だ、あの歌舞伎に関係ある山登りっていうか、あの義経さんが実際修行したところをあのぴょんぴょんできるところもいっぱいあるし、あの喜一のお話だったり、この義経さんのお話だったりっていうのは、あのたくさん歌舞伎をご覧になったことある方、楽しめる場所いっぱいあると思いますし、うん、ぜひ南座をご覧になった後、あの鞍馬山貴船遊びに行かれてはいかがでしょうか。はい、みなみなを書きなさい。はい、書きます。だーん、ああ、だお、あ、うまい、あ、すごい、こんなだった、うん、こういう感じだった。だーん、おーって書きなさいよ、これ全員ダメな、ヨネキさん、おー、ということで、ヨネキさんおめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、はい、今後4人でやりたいお芝居、うん、難しい、はい、これはいいんじゃないでしょうか。はい、やっぱこれだな。あ、イモセヤマ、はい、イモセヤマ、女的、うん、はい、まあ、これは僕実はですね、あの今回みんないろんなことがあるのかも、節子さんとかが分かってたんですけど、なんかこういうのもやりたかったな、やっぱ不可視聴2人やっぱダブルって思って、うん、乙女もダブルでできる、うん、まあ立花姫もいるかも、で、橘姫と海は僕ら変われるっていうのがある。うん、はい、どん、こちらですね、おにちの岩橋、おにちの岩橋ね、燃え切ったものを、うん、なかなか最近出てない、出てないですかね、まさにね、11年前の3月、ここで3月やってた、うん、猿之助さん、神宿でね、みっくんと、みのすけさんと2人でね、チケット買って、うん、で宿も取って2人部屋なんで見に来たんですよ。へー、非常に覚えてる。だからなんとなく南座っていうとね、あ、この岩口浮かんでるそうです。で、小笠原、そう、やっぱ南座にで、小笠原を僕はずっと見てたので、すごく和也さんもあれになってて、今やってるやつは凌介編ですけど、ハイト編とかいろんなパターンがあるので、うん、そういうのを本当にこのメンバーでいろいろ変わってやったりとか、あのお客様に楽しんでいただける趣向、そして僕たちが勉強できる、勉強になるお役っていうのをみんなで汗かいてやったらいいなぁなんて思いますね。うん、じゃあ、ほぉ、ちょっと思いましたね。これね、だから今回 AB ダブルキャストでやりましたけど、今回、来年もこれをダブルキャストでやります。おぉ、分かるかも、ね、いわゆる、あの道行きから5段目、6段目と通してという公演に来年はします。素晴らしい、ね、まあ、オカルを和太郎さんと私でカンペを変わって、はいはい、で、久之助くん、田之助くん、仙崎とかね、いろいろお役もありますし、うん、ちょまあ、変な話は番内にちょっと出てもらうとかもね、カンペやらない方が出るの非常にこう素晴らしいじゃん。もうこれはね、完全に人数もかかんないし、じゃあこれでなんで、これです。2022年の3月花形。その花形の時は、儲かるカンペ、いわゆる。やりたいから、はい、やりたいということでね。僕はね、その、ウコンさんと一度6段目をやらせていただいたんで、僕はまた、この旦那様にも会いたいし、新しい旦那様にも会いたいなと思っております。今度はだから、みんな。が。それでは、そろそろ皆様お別れの時間ということでございまして、はい、最後にお一人ずつですね、公演への意気込みをよろしくお願いいたします。3月花形歌舞伎、3月6日から21日まで、12日は休演日でございますが、毎日 A プログラム、B プログラムと、お兄さん方、そして一座全員力を合わせて一生懸命務めております。3月花形歌舞伎、我々若手がですね、ただただもう精一杯、本当にこの熱量だけはどの劇場にも負けないぞという心意気でやってまいります。こんなに自分たちがワクワクしている公演ですから、見に来ていただいた方は必ずワクワクしていただけるんじゃないかと確信しております。ぜひ皆さん劇場に来てください。
よろしくお願いします。近いよ、お母さん近いよ、よろしくお願いします。本当にまずは本当今日は、ね、皆さんすみませんお仕事をとっていただいてありがとうございますということと、お二人も今回の3月花形歌舞伎大役を務めています。はしごさんは川津良方言のまさに方言館の場の主の方言、そしてその妻の飛鳥を千里さんが演じられていますので、そこもぜひ注目していただきたい。幕が開いたらまずは2人の場面から始まりますので、よろしくお願いいたします。そして、まあ、この YouTube チャンネルもそうなんですが、ここでもいろいろとこれからもあの解説なども出していきますし、この公演が成功すれば今夢物語じゃなくなるはずなんで、僕たちが出したいものもね、なんでなんとか成功していきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあということでございまして、今回の YouTube チャンネル、はい、和太郎歌舞伎クリエーションは、3月京都で熱い舞台をお届けする3月花形歌舞伎のメインメンバー4人のトークイベントを配信いたしました。今後も和太郎歌舞伎クリエーションでは3月花形歌舞伎にまつわる解説動画などさまざまなコンテンツを展開してまいります。そしてぜひですね、南座の公式アカウントございます。この公式アカウントはもちろんのこと、各出演者、Twitter、Instagram などなど皆さんやって、ございますので、そちらの方もぜひぜひ、ご注目くださいますようよろしくお願いいたします。それではもう一度最後に和太郎さん、最後の締めだけお願いいたします。最後皆さん、それでは京都南田3月花形歌舞伎劇場でお待ちしております。だからね、行かないの。ありがとうございました。